東北比例ブロックの予定候補として国政に挑戦している札山由美です。日本共産党の宮城県委員会を代表して連帯の挨拶を述べさせていただきます。 3.11 あの東日本大震災からの10年目の日を多くの方々がさまざまな思いで過ごされてきたのではないでしょうか。この宮城の復興は巨大防潮堤や高台移転など造成は進みましたけれども、被災した方々の暮らし、そしてなりわいはまだまだ道半ばというのが今の現状です。震災復興の支援を打ち切るのではなく、しっかりと継続をする、グループ補助金の返済を迫られ倒産に追い込まれる、こうした事業者の方々を支えていくのは政治の責任ですから、返済猶予をしっかり行う、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。そしてこの大震災、さらには消費税 10% 増税、コロナ禍です。もう何重にも苦しみが押し寄せてくることに、本当に多くの皆さん苦難の中にあると思います。でもそういう中でも政治を変え、そして制度を前に進めて、連帯の力で私たちは一つ一つ頑張ってきています。民商の皆さんをはじめとして、持続化給付金制度や家賃支援制度、これは国民運動がなければ成し得なかった制度です。今年度もぜひ再度こうした支援策を行わせるよう、皆さんと一緒に力を合わせて頑張っていきたい、そう思っています。新型コロナの感染症対策で決め手になるのは、医療や公衆衛生、中小企業のなりわいをしっかり支える政治を作ることですが、問題になっているのは医療のベッド削減です。この宮城県内でも県立がんセンター、日赤病院、東北労災病院の3病院の統合再編するという計画が持ち上がって、県は昨年の12月末までに方針を出すということをしてきました。しかし即座に県労連の皆さんや、それから医師会の皆さん、地域の町内会の皆さんはじめとしてですね、みんなで地域に必要な病院をなくすなという署名運動に取り組んで、昨年の暮れまでの方針を出すというものを、まあ、先延ばしをさせているという状況があります。でも白紙撤回はしていないのでね、ぜひ運動を続けていくことが求められています。でこの根っこにあるのは、国の公的公立病院削減計画、ベッド減らしに金を出し続けるという、こういう政治です。なんと、この今の年度では84億円も皆さんの税金がベッド減らしに充てられて、新年度も195億円の予算がベッドを減らすことに予算がつけられてるんですね。しかもこの財源はどこから出すんだと高橋千鶴子衆議院議員が追及したら、その財源は消費税から出すんだというわけです。皆さん二重三重にも国民を命を貶めるような事態ではないでしょうか。医療や介護、そして中小企業支援をしっかりと行わせると同時に、消費税は今すぐ 5% に減税をしていく、この世論と運動をさらに大きく広げていこうではございませんか。皆さんと一緒に頑張ります。